日ですけど一番緊迫する日ですね一番ダラッとした日ですよ。いやいやいや、緊迫、まあ、フリートークのね、緊迫、はい、僕ついこの間の話なんですけど、はい、その新宿で飲んでてね、うん、まあ、ライブ終わりぐらいで打ち上げしてて、はいはい、でさ、いざ帰ろうと、もう終電近くで帰ろうと思った時に、うん、ちょっとお金なかったから、うん、コンビニの今 ATM の機械置いてあるじゃないですか、うん、コンビニに強盗？強盗じゃないですよはい、コンビニで、うん、そのお金を下ろそうと思って、はい、そのカード入れたんですよ、はいはい、そしたらいきなりその機械がね、ビー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 ってなって係員をお呼びくださいってなったんですよ、はい、うわ、なんだこれと思って、うん、その電話かけて、うん、そういうふうに、ね、事情説明したら、うん、あ、今からその係向かいますんでお待ちくださいって言われて、うん、どのぐらいで来るんですかって言ったら、もう20分から30分って言われて、どっから来んべえな、本当に。いや、まあそうなんです、基地がどこだか分かんないですけど、うわ、そんなもう終電絶対終わりだと思って、でも仕方がない、もうカードがないしお金もないから、うん、でそれでずっと待って、30分待って、やっとあのね、来てヘルメットかぶったそのなんていうんですか、警備員というか係が来て、で機械調べて、うわ、なんだよ、もうついてないなと思って、うん、そしたら、なんでそういう風になったかって言ったら、僕ね、カードを財布から出したから、そのカードと一緒に、うん、駐輪場の紙の券を一緒に入れちゃってたんですよね。それでビービービーってなって、なるほど、僕が悪いんです。まあまあそうだよね、まあそうだよね、僕が悪くてそうになっちゃったんですけど、それで結局その終電間に合わなくて漫画喫茶行って始発で帰ったっていうなるほどね、このピンチというか、ピンチというか、間抜けというか、ね、間抜け、まあ間抜けの方が合ってますからねいやいやいや、結局自分が悪かったっていう話なんですけど、そこのな、係員っていうのは、うん、ただ調べに来たんじゃなくて、でもヘルメットとかかぶってる、結構怖い、そうですよ、かったりとかいい、普段、うん、だからそれはだから、その機械に誤作動があったというよりも、うん、なんか機械に変な不正な操作を行って、うん、っていうことで来たんでしょ、多分。ああ、なんのかな、わかんないですけど、なんか、いや、ね、まあそんなことがありましたよ、もうピンチでしたけどね。それは駐輪場のカードじゃなくて、単にさ、そのテレビカメラで長谷川さん映ったからビービービーってなしたり、いや、なんでだよ、怪しいやつが来たよ、怪しいやつじゃないんだよ、機械壊そうとしてますみたいな、そういうやつじゃなくて、違いますよ。それでそういったピンチとかあります？ピンチね、ですね、あのね、昔ね、うん、飛行機で、まあ、国内線ですけれども、はい、羽田から飛行機乗ろうと、ハイジャックこの頃来るね、この頃来るね、なんか、いやいや、ちょっと反撃するねいやいや、飛行機じゃないです、ちなみにハイジャックってどうしてハイジャックっていうか知ってる？あれよくほら、船を乗っ取るのシージャックとか言ってるんで、バスジャック、あれ間違いなんだよね。ハイジャックのハイって、あの飛行機のハイではないのよ。本当はあれって本当にアメリカでね、ヒッチハイクを装って、うん、ハイジャックってこうやって声かけて、うん、その乗ってその車乗っ取るみたいな事件があって、それをハイジャックっていうふうに言ってるんで、だから船だろうが飛行機だろうが、うん、全部ハイジャックなのよ。シージャックって言葉本当はおかしいんですよ。なんすかそのアメチびっくりするそうですね、ハイジャックって言われたからピンチの話で、あ、ピンチの話で、まあ、飛行機乗ろうと思ったと、飛行機で、空港でね、うん、ほら金属探知機通るわけ、うんうんうん、ゲート通るわけ、うん、でその日俺いい格好してて、うん、スリーピース着てたんですよ、うん、で当時そのスリーピースだったらやっぱ腕時計じゃねえだろうって、懐中時計だろうっていうことで、うん、懐中時計持ってたんですよ、うん、だけど、まあ、自分でね、うん、懐中時計だからこれは引っかかるなと思って、うん、外して、これはちょっと別ねっていうことでもう出して、うん、でもこれではい一安心と思ってゲート通ったら、うん、なんかピンポンピンポン鳴るわけ、うん、で、まあ後で考えると、うん、時計本体は出しちゃったんだけども、うん、その鎖ね、懐中時計の鎖がどうも反応してるらしいんですよ、うん、あ、別に、それはそのまま入れといたもんだから、ところがその3ピースのポケットが内側に折り曲がってしまっていて、うん、その折り曲がった裏側に鎖が入っちゃってたもんだから、うん、上から手突っ込んでも全然触れないのね、うんうんうん、だ自分としては何もない感覚なんですよ、うん、でまずピンポンピンポン鳴るじゃない、はい、そうするとあのチェックの人たちがね、うん、結構にこやかに対応してくれて、うん、まあなんかミスがよくあることですから、うんうん、もういっぺん調べて通ってって言われて、うん、でも自分でこうやってねえぞねえぞと思って、うん、通るんだけどまた鳴るわけ、うん、でそんなの2度3度やってたらさ、うん、この人たちの笑顔が一切なくなったんだよ、うん、だからすげえ怖い顔しててさこうやってなんか隠してるんだよなんかで、あの時になんか一回ピンポン鳴るたんびにどん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 ね、こう、うろたえていくわけ。あ、本当にさ、すごいわざとらしくおかしいなとか言いながらやってるわけ余計怪しいでしょ、それわざとおか
しいよなとか、いや見えるようにほらここないよねみたいなのを、うん、これ見ようがしにさ、おかしいなとかってやって、うん、でそれでピンポンって鳴ったら、うん、もうねやっぱり3回目か4回目ぐらいになったら、もうとにかくあのすごい威圧的にさ、いいからちょっとこっちへ来いみたいな話になって、うん、本当に壁際に連れてかれてさ、あーよく見るやつ、そうそう、でボディチェックこうやってされて、うん、でこう鎖がありましたって言われて、なぜこれが見つからなかったねってことになったわけよ。はあはあはあ、あの時のね、本当にこのパニック、それこそもうすごいオタ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 してしまって、いやでも自分でも焦りますよね本当に、だって物あのな自分でもね、そう身に覚えがない、身に覚えがない、あでああいう時一瞬にして頭の中にさ、これ誰かの陰謀で俺何か金属つかまされてんじゃねえかなとかさ、なんかすごいものが頭を駆け巡るんだよ。ああなるほどね、靴の裏に何か仕込まれて、仕込まれちゃったんじゃないかなとかさ、へえ、いやほんと怖かったまあよかったですね、でも最後その鎖見つかってというか、ね、あれってでもさ、あの例えば金歯とかって反応しないの？いやどうなんですかね、うん、いやでもまあそれでもう調べるのあるかもしれないですね。あとなんかギブスじゃここにほら鉄の何か入ってますとかさ、ボルトとか、ああ、ああいうのって事前申告なのかな、やっぱり、ね、ああもしかしたらそうかもしれないですね、うん、なんかこういうね、なんかうちわみたいなこうやったりとかするじゃないですか、うん、ね、あるよね、なんかいやいやまあそれはね、追い詰められると人間わけわかんなくなるんで、ね、怖いですね。長谷川さんでもその時その警備員が来るの待ってる時はさ、ええ、別にパニックではなかったんでしょ？パニックじゃないですよ。僕はもうムカついてましたから、ただただムカついてたんでしょ。めんどくせえ、何ここ何この機械文句言おうと思ったら僕が悪かったんですよ駐輪場の紙で俺かいね、そうですよ、もうかかまあまあまあそこは違いだね、うん、俺も最後の最後までパニックだったまあまあね、そういった失敗談なんかのコメントなんかもね、あそのピンチのやつもいただきましょうか。もうこの頃なんかさ、うん、コメント募集で締めるの覚えた覚えたっていうほらまあまあ欲しいじゃない、欲しいっていう本当の思い、まあまあまあ、長谷川だいぶ慣れた3年かかりましたここまで来るのによっしゃよっしゃみたいないやいやいや、ということでね、はい、また、来週も見てください、はい、お願いします。